こんにちは、賃貸のマスキーイメージキャラクターのマカスくんです。今回はですね、奈良市大安寺にありますセントポーリア 2LDK のマンションタイプのお部屋にお邪魔しております。早速、ご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、こちら玄関スペースですね。広い、玄関スペースになっておりまして、シューズボックスもですね、あらかじめついております。そして隣はですね、洗面所ですね。独立の洗面化粧台があります。まあね、鏡もついてまして、非常に大きいですね。そしてこちらが、室内の洗濯機置き場ということで、雨の日でもね、中で使っていただくことができます。そしてこちらが浴室ですね。しっかり肩まで浸かれる浴槽がございます。上にはね、こういったバーがついておりまして、乾燥機能がついております。そして、ここはですね、給湯のリモコンも綺麗ですね。高温差し湯式ということで、まあ、熱いお湯をですね、また差し込むことができます。ここはですね、玄関周りなんですけども、ここも大変広々としておりますので、おすすめポイントですね。で、こちらがお手洗いがございます。まあ、洋式の便座でね、ウォシュレットもついてまして、上にも棚がありますので、この辺りの備品が置けたりとですね、使い勝手が良さそうですね。では、キッチンスペースへ参りたいと思います。ここはですね、カウンターキッチンになっておりまして、お料理をしながらですね、こうリビングが、見えると。で、前にもですね、こうやってこうお料理をこう置いていただいたりと、広く使っていただくことができます。棚もですね、しっかりと、ございまして、こういった換気扇なんかもね、手入れが行き届いておりまして、大変綺麗な状態です。で、後ろはですね、このように広く使えますので、食器棚置けますね。で、床下のですね、この扉を開けていただきますと、収納スペースが盛りだくさんの物件となっておりまして、大変ですね、下に収納として使っていただきますと、まあ、その分お部屋をですね、広々と使っていただくことができますね。またバルコニーもですね、広々としております。しっかり午前中はですね、朝日が入りますし、またシャッターもですね、ついております。そして、隣ですね、洋室のお部屋なんですけども、見てください、こちら、マッカス君のおすすめポイント、やはりですね、収納スペースが、本当に盛りだくさんという、嬉しいポイントですね。奥行きも横幅もですね、しっかりと、ございます。フローリングもですね、綺麗にされております。もう一部屋ですね。はい、こちら最後のですね、洋室となっておりまして、ここもですね、床はもうフローリングで、壁は真っ白という非常に清潔感のある室内となっております。こちらにもですね、大きな収納スペースがございますね。はい、そしてですね、少しこの収納の大きさをですね、感じていただきたいと思いますが、収納は、これだけの、広さがございます。こちら洋室のタイプですね。リビングの床下収納、さらに、広さがございますので、
ぜひですね、詳しい詳細情報は現地でですね、ご確認いただければと思います。はい、以上でマカスクのご紹介は終了となります。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは、ネット予約サービスなど様々なご案内、サービスを実施しております。ご予約、ご来店お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。